feeling about this? ワッチモジョジャパンへようこそ。今日は視聴者を激怒させた映画の結末を厳選してご紹介します。 This isn't right. This can't be right. 必ずしもこれらが全て悪い結末だと言っているわけではありませんが、多くの人ががっかりしたものとなります。ネタバレ注意です。No.20 10クローバーフィールドレーン。クローバーフィールドの演出であるこの作品はドキュメンタリー風を捨て心理スリラーを取り入れ、全く新しい方向へ。ミシェルは信用できない男に誘拐され、彼の地下壕に監禁されます。彼女は男が語る外気が汚染されたという出来事が本当かどうか疑問に思います。 They weren't as lucky as you. It's the air, Michelle. That's what happens when you get exposed. ミシェルは最終的に脱出し、エイリアンが地球を侵略した事実を知ります。映画の閉塞感は突然のエンディングと衝撃的なジャンルの転換によって打ち砕かれます。まるで誰かにアクションと無茶苦茶な爆発を伴う最終決戦を要求されたかのような付け足しのよう。残念ながら映画の残りの部分ではそれは試みられていませんでした。No.19 ザ・グレイ凍える太陽。誰もが曖昧な結末を好みますが、この結末は安っぽく感じました。この映画は飛行機事故で生き延びた石油掘り作業員がアラスカの荒野で生き延びようとしながら狼の群れを撃退しなければならないというストーリー。素晴らしい内容です。しかし2時間近く緊張が高まった後、観客は結末の唐突さと曖昧さに失望します。 Show me something real! 主人公が武器を手にリーダーの男性に突撃すると、突然画面が暗転。壮大な対決は見られず、主人公に何が起こったのか気になります。エンドロールを最後まで見ていた人だけが2人とも決闘で死んだという結末を見ることができました。良かったのかな。 No.18 ビッカーマン。 Welcome, Mr. Malus. You have come of your own free willTo keep this appointment with the Wicker Man. どう語られるかが何を語るかよりも重要という証拠がここに。このリメイク版は主人公が巨大な網細工の中に生贄として捧げられるというオリジナルと同じ結末。唯一の違いはオリジナル版は怖かったということ。なんとこちらは怖くありませんでした。ニコラス・ケイジの過剰な演技はネタにされ、恐怖の叫び声は意図せず笑いを誘うことに。 Oh my god!結局観客はクライマックスのシーンを恐ろしいより笑えると感じてしまいました。主人公が苦しめられ殺されるくらい結末に、それは望ましくありませんでした。 No.17 テネット。 To save the world. Can't leave anything to chance. クリストファー・ノーラン監督の最も賛否両論な映画テネットは、彼のファンの多くを満足させることができず混乱したエンディングも助けにはならず、評価の多くは監督が少しノーランになりすぎたため、見た目は綺麗でもあらゆる点で混乱を招く不可解な映画になったと評価。奇妙なエンディングで主人公は自分がテネットを作ったことを知り、フリアの命を奪いますが、ほとんどの観客は何が起こったのか首をかしげるしかありませんでした。タイムトラベルは非常に混乱を招き、サウンドミキシングがセリフのほとんどをかき消し、すでに不可解なシーンがほとんど理解不能に。No.16 ワールドウォー Z。 If he uses anything he took from that left case, he's dead anyway. 原作から大きく逸脱しているとはいえ、全体的にはスリリングなゾンビ対策。しかしエンディングがやってきます。映画の大半で世界を駆け巡る戦闘シーンが続く中、ブラッド・ピット演じる主人公はゾンビを避けながら医療施設をこっそり歩き回ります。怖くはなく、並外れたアクション満載の派手なシーンに比べると拍子抜けです。人類がワクチンを発見するという希望に満ちた結末を迎える一方、未来について多くの疑問が残されます。これは続編狙いで計画されていたものの、2019年にひっそりと中止されました。We still don't know how it started. The World Health Organization has created a vaccine that works as a kind of camouflage, making people who receive it invisible to the infected. We bought ourselves some time. No.15 AI. If we bring your mother back now, it will only be for one day. スピルバーグ監督の最高傑作の一つとされる AI ですが、多くの人をがっかりさせた
残念な結末で台無しに。未来版ピノキオのようなこの映画は、ハーレイ・ジョエル・オスメント演じる本物でありたいと願い、愛するという独特の能力を持つアンドロイド、デイビッドを追います。賛否両論の映画の最後の数分で、デイビッドは人工の母親と完璧な一日を過ごした後、おそらく一人で亡くなります。これは突然の大きなタイムスキップの後に起こります。多くの観客は、この結末があまりにも暗いと感じ、モニカの部分は感傷的すぎると感じた人も、感情が入り乱れ、それ以外は素晴らしい映画がいい加減な感じで終わらせてしまっています。And for the first time in his life, he went to that place where dreams are born. Number 14, Lucy. この SF 映画は脳の能力を 100% 発揮できる実験薬を服用し、超人的な能力を獲得した女性の物語。脳に関する性質の欠如は無視して受け入れるとして、大部分においてルーシーは十分楽しい冒険物語。しかし、観客はこの映画が霊的な領域にシフトしたことに失望することに。What is she doing? She's looking for energy and matter.ルーシーが 100% の能力に達すると、人間の限界を超え、コンピューターの中に住む神のような存在に。かなり不思議ですよね。私たちにもわかりません。Where is she? ナンバー13、トランスフォーマー、リベンジ。2作目のトランスフォーマーでは、サムとオプティマスの両方を殺すという大きなリスクを犯しました。これは重要な瞬間であり、ほとんどの人がこのシリーズに期待していなかったドラマチックな重みがありました。しかしご存知の通り、どちらも最終的にはどこからともなく出てくるマクガフィンのナンセンスによって救われます。リーダーシップのマトリックスは登場人物の死の劇的な重要性と感情的な衝撃を弱めたと感じたファンを怒らせることに。またこのランダムなマクガフィンの助けを借りて主な悪役が倒されるのも助けにならず、結局は怠惰なストーリーテーリングに。ナンバー12、トワイライトサーガブレイキングドーンパート2。 Doesn't matter what I show you. Even when you seeYou still won't change your decision. さあ、いよいよトワイライトシリーズの第5作にして最終作。ずっと盛り上がってきた映画です。戦争が差し迫り、緊張が高まっています。そしてクライマックス、この緊張が華麗な戦いで爆発。ポルトゥーリー、カレン、狼男、誰も安全ではなく、皆が大きな被害を受けます。なんと大変なシチュエーション。実は全ては夢でした。おっと、すいません、ビジョンでした。 Now you knowThat's your future. そう、この素晴らしい戦いは単なるもしもに過ぎず、登場人物たちは結局戦わないことに決め、その後私たちは最後の心温まる結末を迎えるのです。この映画は全ては夢だったという仕掛けを駆使。どうでしょう。ナンバー11、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明け。最後のジェダイは何か違うことを試してみましたが、受け入れられず。スカイウォーカーの夜明けは軌道修正し、シリーズの塔に近づこうとしましたが、人々はそれを好まず。この映画はファンサービスに深く入り込みすぎ、皇帝パルパティンを復活させ、彼が生きている理由をあまり詳しく説明しませんでした。最後の戦いはジェダイの帰還の焼き直しでボトルバージョンでした。さらにレイがパルパティンの血統であることが明かされ、その後スカイウォーカーの名を名乗ったことは多くの人にとって不快に。それは失われた行為を取り戻すための策略で、人はそれを見抜いていました。レイ・スカイウォーカー。ナンバー10、ダークナイト、ライジング。クリストファー・ノーランの象徴的なバットマン3部作は満足のいく結末を迎えたでしょうか。それは誰に聞くかによって異なります。ある人はこの作品をダークナイトの続編として劣るものとみなし、多くの人が迷いを潜める平凡な結末と、ブルースはゴッサムを救うために自らを犠牲にして、これ苦い結末や十分に満足のいくものにすることもできました。しかしハッピーエンドになるはずだった意外な結末で、ブルースは後にセリーナ・カイルと共にヨーロッパで生きているところを目撃されます。ファンの間では彼がスーパーヒーローの座をランダムな警察官に譲ったことと、ブルースの幸せな結末について意見が分かれました。キャラクター
ストーリー展開としてはいい結末とは言えず、あの爆発からどうやって生き延びたのかは説明されませんでした。ナンバーナイン、宇宙戦争。 From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed.拍子抜けの結末といえば、宇宙戦争に勝るものはなし。116分のうち約110分はエイリアンの侵略と家族を守ろうとする一人の男の試みを描いた恐ろしい映画。そして最後の5分ほどで完全に崩壊。エイリアンは地球の細菌に感染して突然死に、ロビーはどこからともなく現れて感傷的な家族の再会を繰り広げます。しかし彼はどう考えても死んでいるはず。これはスピルバーグのせいではありません。小説がエイリアンが風邪をひくという同じどんでん返しで終わるからです。しかしロビーの正体が明かされるのは許しがたく、常におかしな結末にさらにおかしな要素を加えています。 Neither do men live nor die in vain. ナンバー8、サイン。メロSwing away. サインについても話しましょう。エンディングでエイリアンはポケモンのように水に弱く、侵略はコップに水を数杯こぼすことで終わるということがわかります。有毒な水という考えは風邪をひくことよりもさらにひどいですね。映画の中でさえ嘲笑いされるほどで、モーガンは水に対する弱さを作り話のように聞こえると、モーガン、あなたの意見に賛成です。また家中に水の入ったコップを置いていくというアイデアは信じられないほど不自然で、強引に解決するエンディングを提供するためだけに行われたもの。ああ、シャマラン監督のエンディングといえばハプニングも、アウトブレイクがなんとなく止まるシーン。 This was an act of nature and we'll never fully understand it. ナンバー7、ミスト。フランク・ダラボンド監督のこの映画は映画史上最も暗い結末の一つで、観客の中にはその展開に満足できない人も。他のミストではデイビッドとその仲間が車で未知の未来に突っ込むシーンで終わります。これがスティーブン・キングの短編小説の結末ですが、ダラボンドはそれをさらに一歩進めています。彼らの車はガソリンが切れ、モンスターに連れ去られる代わりにデイビッドは銃で全員を安楽死させます。そして2分も経たないうちに軍隊が到着し、周囲の霧を一掃。どんでん返しとその胸が張り裂けるような衝撃を称賛する人や、不必要に陰鬱だと感じる人も。またデイビッドの最後の叫びがメロドラマチックすぎると不必要だと批判する人も。ナンバー6、マン・オブ・スティール。 If you love these people so much, you can mourn for them. オリジナルのスーパーマンはクラーク・ケントが地球の軌道を逆転させて過去に戻り窮地を救うという安っぽい終わり方をしていると感じる人も。少しがっかりで意味もわからず、でも象徴的な作品であることには変わりません。But I've been kind of busy for a while. 象徴的ではないのはザック・スナイダー監督の賛否両論のリブート版の結末。ゾッド将軍との壮大な戦いでスーパーマンは罪のない民間人を救うために敵を殺さざるを得なくなり、首を折って殺します。多くのファンはこれに怒り、あからさまな殺人はキャラクターの厳格な道徳を裏切るものだとエッジを聞かせたかったとも言えますが、これはスナイダー監督がしばしば受ける批判。But it has to be on my own terms. ナンバー5、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国。 This ain't gonna be easy. Not as easy as it used to be. 顔が溶ける幽霊、魔法の石、聖杯は受け入れますが、エイリアンはダメです。この待望の続編は、核爆発シーンや賛否両論の結末など、多くの理由で前作の水準に達しませんでした。テレパシー能力を持つ骸骨、異次元のポータル、本物のエイリアン、さらには UFO まで登場。インディ・ジョーンズの基準から見てもこれはちょっと。多くのファンは以前の作品は超自然的な宗教的な物語を語っていたため、 SF に方向転換したのは間違いだと感じました。失われた聖書の遺物を探すのは昔ながらの楽しいもの。しかし空飛ぶ円盤、テレパシー能力を持つエイリアン、それはちょっとね。 Where did they go? Space? Not into space. Into the space between spacesナンバー4、マトリックス、レボリューションズ。オリジナルの素晴らしいエンディング、ネオがサングラスをかけて空を飛ぶシーンを覚えていますか？ええ、
マトリックスはそこで終わったとしましょう。続編ではいいアイデアがたくさん登場しましたが、悪いアイデアもたくさん登場し、レボリューションズはがっかりする結末に、ネオとスミスはアニメから飛び出してきたような壮大な戦いを繰り広げ、その後ネオは史上最も明らかなイエスの比喩で死にます。私たちが見逃した場合に備え、死にゆく彼の体の上に十字架まで描かれています。戦争を終わらせる無理な演出については何も言えません。文字通りデウス・エクス・マキナと名付けられています。それを自覚しているからといって、それがひどいものではないということにはなりません。 He saved us. ナンバー3、アイアムレジェンド。これはオリジナルの結末がはるかに良かったという最も有名な例の一つ。ネビルが新しい世界で自分が怪物だと気づくというオリジナルの方が小説に忠実です。ネビルは伝説の人物であり、夜中に人をさらう伝説のブギーマン。しかしテスト観客はそれを気に入らなかったため、それをやめ別のものに。新しいエンディングでは、ネビルは自らを犠牲にし、アンナに治療薬を渡し、アンナはそれを生存者のコロニーに届けます。彼は世界を救ったので伝説に。面白いことに、ウィル・スミスがロバート・ネビル役で復帰する続編が現在開発中です。 We are his legacy. This is his legend.ナンバー2、デビルインサイド。She's gonna be here overnight, okay? Overnight, overnight. That's not possible. I know. Why is that? There's something wrong with her. It's not safe. 史上最悪の結末ではありませんが、おそらく最も侮辱的な結末。その理由については当社のウェブサイトをご覧ください。もちろん冗談ですが、この映画はまさにその策略を試みています。約1時間半のストーリーの後、突然タイトルカードが表示され、詳細についてはサイトにアクセスしてくださいと表示されます。冗談ではありません。結末は広く酷評され、すでにひどい映画が史上最悪のエンディングで締めくくられました。さらに問題のウェブサイトは最終的に機能しなくなりました。そのため後で映画を視聴した人は特殊なツールを使用するか、未解決を受け入れるしかありませんでした。先へ進む前に必ずチャンネル登録をし、通知もオンにして最新の動画についての通知を受け取ってください。時々または全ての動画の通知を受け取るか選択できます。ナンバーワン、猿の惑星。ティム・バートンはどちらにしても負けという状況に陥っていました。誰もがすでに知っているオリジナルの結末を真似するか、映画史上最も象徴的などんでん返しの一つをさらに上回るかのどちらかでした。彼は後者を試み、その熱意は尊敬できます。地球に戻ったレオはリンカーン記念館でリンカーンの代わりにセイド将軍を見つけます。さらに救急隊員と報道陣は全員猿。なぜかって分かりません。バートン自身も知りません。 DVD の解説で曖昧にしたことを認めています。続編で疑問に答えてくれることを期待していました。しかし続編は作られず、監督自身が認めているように全く意味をなさない様子に。これらのエンディングのどれかがお好きでしたか？下のコメント欄で教えてください。今回のビデオも楽しんでいただけましたか？バッチモジョの他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録、通知もオンにし、最新の動画の通知を受け取ってください。